こんにちは、川田です。チャコのアメリカ株現地情報、よろしくお願いします。安藤さん。おはようございます。よろしくお願いします。久しぶりですね。うん、今日久々久しぶりに飛び入りで参加しました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それですね、これちょっとだいぶ前に読んだ本で時々読み返しているんですけれども、あのウィリアム・オニールさん、うん、えっとインベスターズ・ビジネス・デイリーの えー、創業者の本で成長株発掘法ってこれあのその後いろいろ出てるトレーダー系の本の元になってる名著らしいんですけれどもそれを見ているうちに、えー、えっと最後の方に投資に失敗する「失敗数21」の方法っていうのがあります。 Twitter でも実はこのほど一日1個ずつ発信してるんですけど見返す一いい、ま、つはですね、はい、ちょっと銘柄発掘がここ1週間まるっきりできなくなってまして何見てもなんか買いたいものが続落しそうな気がするのでそっちはちょっ,とち,ょちょっと一時冬眠状態なのでうん、うん、こういうのを見ています。 はい、感が鋭いんじゃないですか、今もまた下がってるし <laughs> いやまだ分かんないんですけど、なんか、えっ、ー、とね、小籔さん、私、1月10日以降に、えー、えと投資しようとしたやつは全部失敗しています、はっきりっ、もうなんか上がり始めて、買うと落ちるという感じなのあ実際にアクションを起こしたわけね。 アクションはえっ、ー、と結構起こしているんですけど、1月12月の末から1月10日ぐらいまで、うん、前に買った極小株ですごく上がったのがあるんですけど、その後は全敗ですね。はいは,はい。いやしばらくこういうこともあります。はいこういうこともあります。でこの株がチャート見ても、はい、あのゲームストップ以来なんかガチャガチャというこうなんかほとんど地震系のようなチャートになっててとても、ええ、はいちょっと長くなりました。では行きましょう。 えーとこのプレゼンあ、投資は自己責任で行ってください。うん、で、オニールさんなんですけど、えっと、加藤さんもよくご存知ですよねそう,そうそう、<D> 僕もあの朝会で結構この人の、この人のプロダクツ、IBD には言及しますけどね。 そうですねあのどちらかというとモメンタム投資と言われているんですけどでも実はそうではなくてこのキャンスリムっていうのはあれですよねキャンの方がファンダメンタルでしたっけキャンはファンダメンタルで成長していてあの利益もだんだん上がっていてということでスリムの方があのチャートを見てちゃんとした株価の動きをしているものを見ようということで <laughs>、まあ、全部をひっくるめてやろうということを提唱している方で。 ですよね。はい、そうですね。はい、はい、はい、そその本からです。で、最後の方にあるんですけど、ですから、えっ、ー、とどちらかといえば、まああのトレーダーですね。短期ではなくてもまあ、トレーダーあのインベスターズで、うん、えっとバイアンフォードでずっと持っていようという人ではなくて、どこかで手仕舞いしようと。まあ当然は当然なんですけど、そういう方向けです。まあ、そういう意味じゃ、ウォーレンバフェットとは違いますよね。 ウォーレン・バフェットとピーター投資とはまあ多少違うかもしれません、うん、ただ最近のって、なんかこっちでやっている人が主流のような気がしてどうしてもねマーケット見てると、こうならざるを得ないんじゃないですかねそうですね。<laughs> まあただそれがモメンタム投資が二週間とか三週間とかあの、えー、すごく短くということではなく、えー、保有期間に関かかわらず、うん、え手前をどこでするかを計画しておきましょうと、うん、そういう話のようですはいはい。では最初からいきます。ナンバーワン、えー、まず一番が損切りしないで、うん、これがですね私が最近昔は全然やっていなくて最近やったところなんですね。やったっていうのは損切りをしたということ？最近損切りをえっ、ー、とまあ昔はあの十五分 ぐらいでまあ万が一落ちたらっていう感じで損切りをしてそのまま放っておくことが多かったんですけど最近は買う,、ええ、買う時に、えー、とこの。 えーとウィリアムオリ・オニールさんとその後の傾向の方っていうのは最初に買うに、えー、ときに78%で絶対にあの損切りして,くだしておいてください買ったらすぐ損切りしてくださいというのがあで、うん、これがなぜかというと、まあ、あのピックアップした株がどのくらい当たるかっていうのは、うん、なかなか本人の左右できないところがあると。 できるかというのは、要するに上がったやつは延々と持っていて、下がったやつは損切りすると、うん、それがあのいいですというのがありますこれは、ね、<で>日本株なんかと若干違うかもわかからないでですすよねあそうですかあアメリカ株はこれ、すごく実感するんですよ。はい えー、だけどやっぱり日本人の方はね、ここがやっぱり少し理解できないところかなと、と株が何十倍、何百倍になるっていうのは、あんまり日本にもありますけども、あんまりその普段のマーケットで起こりにくい、日本はどちらかというと、あのレンジ内の上がったり下がったりの中で、レンジの中を取っていくっていうのがあの、まあ、主流とされてますからね。

しあのポジショニングポジションの大きさにもによるかなとは思うんですけれどもこれ一つ注意するのはその後含み益が出たら、えー、もうちょっと15%とか増やしてもよいと、うん、でなぜかというとずっと78%でやってると例えば私これテスラで痛い目にあったんですけど <laughs>、はい、ボンって7%下がってそのまま売られておしまいと, <laughs>、はい、ということがあります。あの特に、えー、ボラティティィのの高いい上昇株ほどありますねこれはだからその後、うんえー、増やしていくことも ありますで、えー、これはあの前,前にも他のビデオでちょっとあの見たことがあるんですけども例えば、えー、1個当たって3個外れたで、うん、それでもトントンになってはなぜかというと1個当たったやつは24%上がるまで持ってますとで3個外れたやつは8%で損切りしていますので、えー、っとトントンということでこれは私はじ1月に実感したんですけどあの1月半ば過ぎて全部なんか10個ぐらい全部 あの下がって損切りして売ったのがあるんですね。でそれでも、うん、あの指標全部上回っていうのは1月の最初に1個だけ買って、えっ、ー、と2ドル弱で買ったであの20日で7ドルまで行ったのがあええー、そんなでこれはねあのえっ、ー、とショートセルとか変な株じゃなくてあのちゃんといろいろ記事読んで本当に、うん、あのこれ,これちょっと別にビデオつ作りますけれども本当に成長株だったんですね。ただ昨日すごく下がりました。うん これあのえー、っと百百ドルの株を4銘柄の100ドルの株を違う株を買いました。1つは、えー、持ってたら24%上がりましたと、はい、いうことですね。はい、あとの3つは、8%で損切りルールを入れて,入れておけば、92でドルでは逃げられましたということですね。そんなな感じででですねこれ1対3でももトントンになっていてい 損はしませんよ、はい、という例ですね。損はしません。はい。はいはい、でこれは一生いっぱいぐらいだと、それであのえっ、ー、とオニールのえっ、ー、とウェビナーに時々出てくるマークミネウベニーっていう人がいるんですけど、ーはーはー全米のあの運用で何回か優勝してますよね。で彼ぐらいのすごいトレーダーでもだいたい一生いっぱいだって言ってんですね。一生いっぱいなんですけど。うん そのいっぱいの方をどんどん損切りしてると、そういう話で。まあ、こ,れこれがね、できればいいんですよね。だから、いかに、あの。機械的にっていうか、あの、なんか心理的な圧迫を跳ね返す仕組みを作っとくかですよね。 そうですね。はい。これが多分ですね。昔私がやってたずっと持ってるのと一番違うと思いました。番目損する方法の二番目、えー。値上がりの途中で買う。でこれもね、値下がりのね,ね。値上がりじゃ値下がりの途中ですね。私も昔はあ以前より安くなってるから買い時ではないかと思ったんですけど、これは落ちてくる件。あのえー、と英語でなんだっけドンとキャッチやフォーリングナイフ。 ナイフですねあの、うん、落ちてくる剣を捕まえると手が真っ赤っになりますよというと下がっているにはあの下がっている理由があるので下がっている途中で買ってはいけませんただ下がりきって上がり始めたら、まあ、OK とそんなこれもよく実感した僕もあのよくやられた。 日本これもさっきの話じゃないけど日本人メンタリティで下がったものは上がる上がったものは下がるであるとアメリカ株はうまくいかない例が多いなと思いましたねはい下がったままそのまま消えるとか <laughs> そう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 、うん、だからシスコなんかあの消えてないんですけどその後10年そのままとかその中ですね、うん、そう <laughs> はい、うん、ということですでこれとちょっと共 通してるんですけど加工変化これちょっとどうやって訳そうかと思ったんですけど要するに上向き平均化っていうのはあの上がっている途中にだん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 少なく買っておいて<ー>平均の買う値段を安くしていって、えーえー、もっと追加購入しましょうということなんですけど、えー、逆に、えー、加工平均化っていうのは下がっているとあの、えー、2つ目とちょっと似てるんですけど下がっている途中でもともと買った株より下がっているのでも、まあ、っと安いんじゃないかと思って買い続けると。 でそれを続けるとポートフォリオは負け組株がゴロゴロしていることになるのでこれはやめましょうと。なかなか心理的にはやらないのが難しいんですけども4番目チャートを使用しないこれも私はチャートなんて昔は全然あのファンダメンタルだけしっかりしている株をひたすら持ってればいいと思っていたんですけどもうん、うん、まあそうでもないんですよね。だかかからあの、うん、ファンンダメンタルししっかりしていいる株はいつかはつ 上がるるっていいうのはうあのあるのかももしれないんですけどもうん、うん、やっぱりあの特に感情的にあの気分的にはやっぱり買ったものをずーっと持ってるというのは気分が悪いのでできればやっぱり買ったら上がってほしいうん、うん、で買ったら上がってほしいというと、うん、要するにあの、まあ、可能性としては上が,り上がっている途中のものを買った方がもっと上がる可能性は多いですよという感じでチャートでは例えばですね これあの IBD の細かいチャートですね。細かいチャートだとこれ割と親切に色付けしたりとか <laughs>、うん、線引いたりとかして、あのこれファイファイサーブってあの、えー、フィンテックの大御所の会社ですけれども、金融サービスですかね。はい そうですねあのこれもいい株なんですけれども、えー、やっぱりチャート見て、こういった途中で買っても、その後急に上がる可能性はないですから、やっぱりちょっと上がる方方にあの上がる方を見てからほししうに、僕もね、このチャートをよく見るんですけど、字がちっちゃくて、はい、情報が詰まりすぎててもう、 自分ではもう使い切れないぐらいあのデータがいっぱい盛り込んでありますよね。これはい、目がテになりますね。ねただちょっとこのチャートあのちょこっと見るチャートだけじゃなくてもこの下見るだけでも例えばあの、うん、えっと利益がどのくらいマイナス4%とか19%とかうん、うん、でそこと PE を比べてみるとかあのチャチャっとするにはやっぱり他より早いっていうこともありますね。なる、うん、ほどね。 はい、これはまあ,チャ,ートだあチャートだけではないんですけど、まあ、まあこういうものを見,見るとやはりタイミング的な確率は上がるよっていう話でしょうねう、はい、え次、えー、と選択の基準が曖昧なんとなく買ってるこれもよくあるんですけど、ね、ああんでなんとなく買うと <laughs> でこれは投資家の会社に求める基準を、えー、常に早く把握してい いいいいななためそそもそもスタートラインから出ら出れていないとで,あのでついそう見ていると、まあ、リスクが高いテクノロジー企業に過度に集中とこれはあの今ほとんどの方そうじゃないかと思うんですけどいや耳が痛いです <laughs> はいそう,そうなんですよねで今年というか去年はまあそれで良かったんですけれどもはいで 特に業績がでウィリアム・オリーヌの場合はただすごく厳しくて業績も良くて市販あのセールスも上がっていて市販機の売上の高もどんどんどん上がっていってこれもこれもこれもって条件がキャンスリムって7つあるんですけれどもただ、ちょっとこれ個人的なあの多少の反論としてはこれ全部揃ってるともう株価も,も上がっているのでの実はそれ以上あんまり上がらないというところはあるかもしれませんね。これも同意しますとかいう 次、えー、市場の変化に対応するルールをこれはね、すっごい難しいですよね、だ今みたいな、うん、去年ずっと上がってきて、まあ、同じことをやっていればよくてで、今みたいにごちゃごちゃになった時に対応するルールといっても、これは非常に市場の変化というのは、うんえー、ルールが変わるから市場が変化するので、そのルールを持っているというのは、これ、すごい難しいと思うんですけど、ど,どうですか、こういうのは。うん 結局ねそれでやって、例えばバリューで儲かった経験がずっとそれであの呪縛になって、この今回のこの過去の数年、10年、特にこの数年はハイフライングは全く食えなかったっていうそういうファンドマネージャー、私、バロンズやってるから、バロンズのあの特に著名なファンドマネージャーでそういう人がいっぱいいますね。はいうん でなかなかだから調整が始まった時にどこがどこであのなんかしなきゃいけないかっていうのはすごい難しいですねあの前に質問、うん、えっと12月中頃にあのそろそろ調整する時の用意に現金化しといた方がいいですかっていうのに対していやちょっと早いんじゃないですかまだ。あのー という感じなんですけど先週の見ててうーん、ちょっとどうかなって思ってまあただやっぱり調整が始まってから何かした方が始まるのを予測すると1年前に売っちゃうという,かいうこともあ,あ、それそれも全く納得、納得、うんそれでいいんじゃないですか。<laughs> 2007年、8年の時なんか、やっぱり2007年ぐらいにもう危ないっていうのは分かってたんですけど、そこの危ないとこで売ってたら、1年分の30%ぐらいの上昇をミスしていたので。 私もね、それはね、すごく納得してそ、その同じ経験してるんですよ。結局私は売らなかったんだけど、えー、あの時に売ってればって言っても、ね、2007年からね、もう一回上がって、えー、結局、まあ最、最終的にはやられたかも分かんないけども、どうかな、あの時売ってて、あ,あの後もしあの時2007年に売ってたら、もう一回あの、下がったところで入ってて、もっとやられてますね。 そうですね、えー、そんなところがあるので、ね、こ,れこれはすごい難しいんですけれども、えー、ただあの変化にどう対応するかもその人によると思うんですね。やっぱり私も、えー、例えば現役の,あの稼ぎ時で他のひあの仕事が忙しくて、まあ、収入がサラリー収入が結構まあ あったときは、放っておくっていうのもありましたし、ほ、うん、っとけば平均したら年、ね、10%で増えると、だから下がっても何もしないっていうのもありますし、うんうん、やっぱり多少、多少、持ち分を崩していくっていうのもあるから、これ人によりますねこれ、これもこれだけで1本ビデオできちゃったりして。じゃあ、今日は7番目までにしましょうか。7番目はい えーはい、自分で決めたバイバイルールに,ルールに従わない。難しいんですけどこれ私最近ある本で読んであの市場の場が空いてあのこれ米国株だと日本だとその場が空いてる間に取引するってすごい難しいんですけどアメリカだとできるんですよね。空、ええええ、空いてる場合にああ空いててる間に空けてあの何か いいじっった方がが成績が悪くなるっていうあのけ結構あのトップトレーダーの人がいて私トレーダーってあの空いてる間にガチャ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 やるのかなと思ったら彼はそうじゃなくて前の晩にもうあの何するか決めておいて空いている間は見ませんっていうのがありましてでこれは気が付いて確か自分でも見てみたら確かに、あのー、市場あの場が空いてから何かした方が成績落ちてます。 で、それはなぜかというと、やっぱりあの前に調べてこれ買おうと思ってんだけど、相手のを見て急に上がったのを見てそっち買っちゃうとかね、そういうあのルール破りをいっぱいするからなんですね。よくやります。私、もう今やらないようにしてるけど、だから、ね、市場マーケット見てると吸い,吸い寄せられてそういう気がつくとクリックしちゃってんだよね。そうなんですよね。まあまあでも日本からだとあの夜中じゃないですか。いやだからそれ,それもう気になって目が覚めてパソコンた立ち上げてしまう時もあるわけですよ。<laughs> はい。えー、えー。所詮この程度です、私は。<laughs> とか、なんとかというわけですね。えー、はい。で、これで7つまでなので、はい、えっと、とりあえずちょっと長くなりすぎるので、次シリーズか、はい、一応切りますか。はい。はい、これ、面白い。ちゃんこおもしい。はい、あの次回以降、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、皆さん、失礼します。失礼します。